全然魔法使いっぽいわ。うん、で、あとは、タイガー2の話は終了だ。なんだっけ、いや、もうちょいあるね。で、タイガー2の打ちどころが、まあ、相手が、このサガットの砲台をくぐり抜けて、必死に近づいた。歩いてきたと。近づいてきたと。そう。で、そこでだよね。そこで、距離をちゃんと見極めて、うん。弱人と中人。第2位はコンボには使わない、コンボにしか使わないから、逆に言うと中2をうまくめり込まないように、距離に分けて、そう、距離に分けて使う。で、この技もセービングブレイクだから、あ、アーマーブレイクだから、まあ相手がセービングしてたら、セービング場面だよね。こう、この距離で球をセービング取ってやろうみたいな、フェイロンとかね、いるからね。前歩きや前捨てに刺す感じですか。うん、そうだね。あと、そう、通常技からの、あの、固めの、タイガー2の2段目を当てるレシピも、キャラ別で違うから。うん、完全にあれだよね、こう、前捨てにガードさせて、2位をガードさせたのにもかかわらず、うん。暴さで暴れられ、捨て入る、コンボが入るとか。完全に温まりポイントなんで。そう。そうだね。だからタイガー2のは、タイガー2の後にゲージある下がったって怖いね。やっぱね、そういう意味でも、ね、そういう意味でも強いってことだね、これは。そうそう。ね。で、まあ自分から攻めないといけないキャラに対してはもちろん強いよね。中2もね、しかも、もし相手が飛んでても、最悪当たってしまう可能性があるからね。そうそう。飛びに当たったりするしね。うん。そうか、俺全然使わないけどね、これ。立ち台剣1段目からのタイガー2が強いらしいんだよね。あ、そうなの、噂によって。ゲージ攻撃もいいのか。なんかちょっと新鮮だよね、これ。あんま見ないね。うん、そっから固めれるのかな。一応、大丈夫だね。はいはい。ちょこちょこ質問はメモってるんで。あとタイガー2の。スーパータイガー2があるね。なんでスーパータイガー2って。これですよ、これ。1、2のガード。あ、なるほど。そう、1、2のガードさせられる。スーパータイガー、あ、これよくある。マジある。そう、1段目と2段目をガードさせられる打ち方も一応あるんだけど、キャラによって違う。うん、キャラによって違うし、しゃがんでないといけない、絶対に。あ、そうなんだ。そう。で、この場合はね、なんかね、マイナス1ぐらいになるらしい。あ、まあ2段目当ててってことだね。なるほど。真空かくんねえかな、わかんねえな。なんか。そう。で、これはモリモリ削れるから。そうね、削れてるね。これは強いよね。基本的に、あの、密着よりちょっと離れて、小足から中2位が、割と、起こりやすいけど。もうさっきからスパコンの音がするんですけど。スパコンマジで漏れる、このゲーム。そう、漏れるよ。本当かよ。EXS も出そうとしてスパコン出してる場合はいっぱいあるじゃん。サガット、あ、まあ、でもサガット見るね。で、中足、弱鉄弾がゲージに化けるでしょ。そんなんよ。あるよ。あ、そんなんよ。まあね。あと、あれ。レシピ、竜のレシピ教えてください。竜だったら密着から中パン、壊し、中に。中パン壊し、やべ、もうスパコン怖い。中パン壊し、中に。例えば、リュウだったらね。てかね、ちょっと離れてるところからの壊し中にがいいっぽい。うん。これキャラによってすげえ調べたけど、めんどくさい。まあ、安定はなかなか難しいよね。あとは EX2 か。EX2 はね、今や EX デッションのせいで、ちょっと お株を奪われてしまったが、そうね、あ、ものすごい強い技なので、これも、まあ、ガルサスマイナス1と、ガルサスマイナス1フレームで、サガトの3フレコパンと、まあもちろん投げもあるから、うん、そのマイナス1っていうのはほとんど気にならないし、当たったらすごい距離が離れるし、ガルサした後に、ね、そう、ガルサした後にゲージがあれば、うん、アパカと投げの2択と、ちょっと不格好だけど、それは攻め手として、ただ使っていくべき
強いからね。そう、強い技。EX 殺傷、EX 殺傷だから、ほんと。EX 殺傷みたいなもんだからね。そうね。早い。超早い。前に歩いてたら食らっちゃうから。そう。EX にね、相手に近づかれたときに、距離離したいと思ったら EX には全然あり。で、体力負けたりしてるときに、わ、攻めたいってなったら、全然あり。もしくは相手が3フレーム技を持ってない場合ってね、ゴングだからね。そうそうそう。そうそうそう。EX 対ガギエね、どこがハード終わりなのみたいなところもあるからね。そうだね。あれはみたいな感じ。2は基本中でかっていう感じですかっていうのは、ちょっと距離によって使い分けようってことを。あのね、そうだね。弱と強で、弱と強で距離によって使い分けるべき。それもちょっと、少し取り戻せれば分かるから、弱と強でちゃんと先端をガードさせられるようにしないとあかんね。めくりにできない。勤勉家が多いな、勤勉家が。ね、質問の内容が勤勉家すぎる、みんな。まあ、タイガー2に関して、そうだ、すごい基本だけど、アパカよりも、アパカは、家庭用だとダメージ100。アパカ100。弱中強100。で、タイガー2、強タイガー2が160。ヒラー合わせて160。そう。なので、確定ポイントでは、コンボはタイガー2を、強タイガー2を使いましょうと。名残で超パちょっと小類拳使ってるとかあるからね、やっぱね、みんな。まあ、悪くないんだけどね。状況はどっちも、サガットがちょっと有利な感じで密着だから、まあ、どっちでもいいんだけど。まあ、基本的にこう、タイガー2の方がダメージ高いから、基本的に強タイガー2で締めましょう。そんぐらいだな。ちょっとね、溜まってきちゃってんだよね。うん。消化しよう。消化していく感じか。A でも、2で。ちょっと待ってね。じゃあ、ちょこちょこ紹介していきますよ。はい。ちょっとね、では、なぜなのと、うん、ちょっとどこの状況でっていうのがわかんないけども、うん、めくり後は何安定っていうコメントがあって、何のめくりの後なのかちょっとわかんないんだよね。あれだね。ジャンプジャッケだね。ああ、はいはいはい。ジャンプジャッケの後に投げると。よくある行動だよね。まあ強いよね。そうそう。まあジャンプジャッケの硬直が短いから、ガード硬直が短いから、ジャンプ系ガードされた後にすぐ投げる。っていうのは、割と安定行動。まあそこも、ルームレイの一つと。そうです。まあ、バラブラ投資してもいいし、アパカしてもいいし。だから次の、うん、読み合い。まあ安定だけど、それが強いことが分かってるから、まあ、左隅も注意ね、みたいな話じゃないかな。うん。じゃあ次行きまーす。ステローカーマンのコンボ何がいいですか？おすすめあったら教えてください、みたいな。ステローから。ステローからはコパン EX ショット。はい。か、まあ、リスクが少なくておすすめ。原子1本あればね、EX ショットで、うん、ベッツと、うん、安心と信頼のコパンショットですから。そうだね、ただその、ステローからコパンがビタだから、多分相手に勝利をこすられたら、ミスったとき負けちゃうから、うん、その辺は、難しいね。まあでもコンボそれしかないから。コパンビタだから、さすがに、それ食らったら負けるんだったら、無理しない方がいい時もあると。まあ、ケースバイケースで。まあ、でもコンボ繋げないと話にならない。そうだね。基本はもう、練習しないとダメですね。じゃあ、行きます。はい。赤さんはゲージは、EX 弾が主ですか？まあ、もちろんキャラにもよるけど、基本はアパカセビだね。ゲージの使い方はね、結構ね、お問い合わせいただいてますよ、これ。絶対にアパカセビに回した方がいいですね。
なるほどね。うん、暴れる。近距離での割り込み、アパカセビに一番割いた方がいい。うん、そう。だって EX 弾って当たるってわけじゃないじゃん。なんていうんだ。絶対に当たる時じゃない時に撃つことが多いから、相手の弾を読んだり、相手の距離離したい時とかに撃つ時が多いから、EX 弾にゲージやっていくと、ゲージなくなって攻められた時自利品になっちゃうから。まあ、話とはまた別かな、これは。セミキャンだから。切り返しだろうね。そうだね。感覚として。攻められ続けちゃうと、たとえ、KO ですら、みたいな。そうだね。膝をつくよ、みたいな。まあ、そして、この、強い行動を押し付けないで、どうするんだ、みたいな。そう。話でもあるや。守りだけじゃなくて、置き攻めでもね、アパカ強いからね。うん。グラッツ虫、アパカ強い。壊しからグラッツ虫、うん、アパカ。グラつぶし界の中で最強。まあ、EX ショットに回した方がいいキャラもいるけどねっていう。キャラにはよるけど、基本はアパカセビで。そういうことですね。うん。はい。次行きます。うん。EX したいときにやられて嫌なことはありますか？見てから無敵技は除外して。EX2 かな。そうだね。EX2。リスクあるとしたら垂直飛びだね。一応垂直飛びには、はいはい、あの、スカられちゃうこともあるから、ジャンプ攻撃で、終わり際にジャンプ攻撃が当たっちゃうことも全然あるね。垂直飛びが一応リスクだけど、逆にこう、垂直飛びに当たるから。距離によってね。そう。距離と場所と。多分難しいけど。でもまあ、2X2 出してやろうかなとか思ってるときに、通常コップ、ね、タイミングよくやられたら、最大反撃やっちゃうからね。うん。そういうことも一応あるっちゃあるね。うん。でもなかなか難しいんだよね、それは本当に。難しいね。だからその2の距離をすかされることだよね、要は。当たらなくするってことだね。そんなに、あんまない。まあ、キャラによってね、なんか、シャガ中足とかで透かしてみたいなこともできるし、まあ、各々違うかもしれないけど、まあ、垂直ジャンプもありそう。そうだ、一応ね、リスク的に。特に画面端での切り返しとか、垂直ジャンプ嫌だよね。うん。まあ、なかなか書くないけどね。はい。みたいな感じです。です。まあ、こんなところかな。OK。ザミタン講座は次回。次回予告。いや、なんもないけどな。何知りたいんだろう、ザミ使ってて。何聞きたいんですかね、むしろ。ヤンはまた、6月以降は、ヤンだね。アクアヤン。アクアヤン。アクアヤン。投げからのセットプレイは、そうだ。その辺の話だね。いいかな。まあ、弾でしょ。弾でしょ。タイガー2でしょ。EX バニーの後のか、うん、あ、まあ、なるほどね。でもね、ダンギターの残機コーダーでさ、ダンギの無駄毛についてとかさ、それ口座じゃねえじゃん。ダンギの感想とかなっちゃう。ダンギについて。そう。なんだ、あの、ちょっとなんかハートマーク意識した感じになってるんですかねってことになるじゃん、それ。まあ、あのタイムシフトを見れるようにしてあるんで、見逃した方も後で見てください。で、タイガーにやったな。まあ、結構ふわっとしか触れてないけどね。まあ、でも基本なんじゃない？うん。